皆様、再び、こんばんは。カープ、ホークス、のり坂46ファンです。続いてはですね、2本目の動画となりますけれども、続いてはですね、パ・リーグ、福岡、ソフトバンク、ホークスの車両へり返りをお伝えしたいなと思います。ソフトバンクはですね、今日もですね、水をペイペイドーム福岡で、ヤクルトとですね、3回戦、最終戦が行われまして、今日はですね、両チームですね、 カード勝ち越しに向けてね、えー、大事な、ねえー、3戦目ということでね、なんとしても今日はホ、ね、ークスはね、勝ってね、えー、4つ目の、ね、カード勝ち越しに向けてね、えー勝ていい、勝っていたい試合だったのでね、その試合の結果はどうだったのか、振り返りたいなと思います。えー、と今日のです、ねえー、とソフトバンクの先発投手は大関投手と、ヤクルトの先発投手は高橋圭二投手の投げ合いとなっていたということです。 えーとですね、まずはです、ねえー、とホークスです、ね、初回、えー、2回です、ね、押し出しのフォアボールでホークスが2点を先制して、えー、2点差の、ね、4回に、えー、と山田の、ねえー、同点のツーランで一時的に同点とされたんですがその直後にです、ね、ホークスはワン、ね、アウト2塁から栗原の戦隊前タイムリーでホークスは勝ち越しに成功するとワンアウトリ塁から柳町がレフト前のタイムリーで さらに佐藤直樹のセンターへの犠牲フライでホークスが先3点奪って5回にも今宮のセンター越えの、えー、とタイムリーでレフトへの二塁打で、えー、と得点を重ねてホークスが、えー、勝ち越してそして今日はねまあねここからホークスがね打線がね打,打線の援護がねつながって なんとね勝ち越しに成功し、そして今日はですね,先発,のね投げては先発の大関投手がですね5回4安打2失点で開幕からです、ねえー、無償のね4連勝とつなげたということでホークスはですね、えー、4カード連続の、ね、勝ち越しを決めて貯金を、えー、っとパ・リーグの,首位,の、ね、パパリーグ首位をキープして今季最多のね 貯金を21としたということとです、はい、というわけでですね、えっと、2位のです、ね、日本ハムも今日はね、12日点で、ね、勝っているということで、ゲーム差は7ゲームのままということです。はい。えー、っとですね、今日はですね、まあ、ホークスがですね、4カード連続の、ね、勝ち越しにつな、えー、げて、えー、明日からはですね、えー、っと、交流戦最終カードはですね、 えセ・リーグ相手はですね、昨シーズンね、えっ、ー、とー、日本一をね、昨年ね、日本シーズンでね、日本一をね、成し遂げたね、阪神タイガースとですね、3連戦ということなんだけどね、まあタイガースもね、やっぱね、やっぱ強いチームではありますし、やっぱセ・リーグとしてはですね、まあ強いチームでもありますし、今ねえー、まあね、投手陣も、野手陣もね、えー、いい選手もたくさんいると思うのでね、とにかくね、明日カオスはね、 最終カードということでね、明日こそは、あの、阪神をね、倒してね、まあ、3連勝につなげてね、なんとか交流戦ね、初、えっ、ー、と、9回目のね、交流戦のね、優勝に向けてね、最後のね、えー、頭をね、取りたいなと思います。はい。というわけで、えっ、ー、と、えっ、ー、と、あの、交流戦のね、優勝へのね、条件なんですけれども、えー、明日のですね、えっ、ー、と、まあね、 マジックねえー、楽天の効率優勝へのマジック3となっていて楽天がです、ね、残り4試合で3勝すれば他、えー、球団の勝率で楽天を上回ることができなくなっていて、えー、っと楽天のです、ね、最高優勝はです、ね、明日ということで、えー、もし楽天が13日、14日に連勝した場合もしソフトバンクとオリックスがその間に連勝しなければもうその時点で楽天が 初,勝初優勝が確定するということで。というわけで、ホークスが優勝するためにはです、ね、状況、えっと、はですね、ホークスが、えー、3連勝した場合、もし楽天が、えっと、何試合かもう負ければ、ホークスの、えー、9, 度9回目の、ねえー、優勝が確定するということで、もし明日楽天が勝った場合は、その時点でも優勝が決まるということで。 なので、まあ、ホークスが優勝するたびにはですね、あの、楽天が負けなければ優勝がないということで、そこが、えー、条件かなと思います。というわけでね、えー、明日楽天はね、カープとのね、えー、3連戦ということでね、明日はなんとかね、カープが勝つことをね、祈るしかないということなんでね、はい。まあ、僕はもうそこがもう目的かな、まあ目標、目標ですからね、はい。まあ、そこがもう、 最後の、まあ、条件かなと思います。はい。はい。えー、というわけで、えー、っと、明日からですね、えー、っと、ホークスはですね、えー、阪神との3連戦ということでで、ねえー、明日の、えー、ソフトバンクの先発投手は、モエネロ投手と、えー、相手阪神のね、先発投手は、伊藤正史投手の投げ合いとなっているということです。はい。えー、というわけで、えー、今日のですね、えー、試合の振り返りと、明日のね、えー、まあちょっとね、効率性のね、 えー、優勝へのね、条件について詳しくお伝えしました。えっ、ー、と、明日もですね、また試合終了後にはですね、また試合振り返りをここでお伝えしたいなと思いますのでね、野球の興味のある方はですね、僕のね、試合の振り返りを見ていただければ嬉しいです。今日の試合の振り返りでね、この、このチャンネルがいいなと思った方ですね、チャンネル登録と高評価と、まあコメント欄は、えー、ど、どんなことでも構いませんので、どうしどしとお書きください。はい、えー、というわけで、えー、っと、 というわけで、こんな感じですね。まあ、明日、明日ですね、金曜日ということでね、明日からもですね、明日、あ,あと一日ね、えー、仕事や学校あるからですね、頑張りましょう。はい、えー、というわけで今日の試合の振り返りは、えー、こんな感じで終わりたいと思います。それでは皆様、今日も一日お疲れ様です。それでは皆様、おやすみなさい。バイバイ。さあ、明日は、明日も何とか勝ちましょう。バイバイ。